主に敵対するものあらば、その真意を図らなければなりません。いいね、面白くなってきたじゃん。ありがとうね、クゼ君。なんですか、いきなり。今の話、アーリアちゃんには内緒ね。私は F 組の谷山さやか。少しお時間いただけますか。次回第7話、嵐来たる。とやすたくうよ、たくうかくや。